ちいいくらい、オンチやな。強制なあかんねん。ちゃあ、下がるわ。金ならあんで。黙って財布出さんかい。後悔すなよ。みたいなのは蹴られても知らんぞ。ちゃあ、下がるわ。しかしとんちゃうぞ、やるんか。何やって？
ぜ。後悔すんなよ。やってそうです。はあ、いえ。せや。え？Yeah!
ああ、
ありがとうございました。ああ、ありがとうございました。いらっしゃいませ。
おお。ありがとうございます。なんや。もしもし。どうもこんにちは。俺五郎言うんやけど。うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や元気？せやけどめっちゃだせんやもん。久々に学校行ったけど。何や自分ひょっとして。うん。そうやけど。あこちゃん、
テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ現金やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ？五郎さん入れ墨してはったりせえへん？うん、うちそういうのちょっと興味ある。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか。なんでそないなことが気になるんや？うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺のせいには。そうなんや。般若ところだ。こちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思っててな。あこちゃん、牧村藩のことを何か。せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか？ああもちろん俺はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやら。ほんまに？ほんまや。わかった。せやったら今から言わ。五郎さんはどグラさんに目立つ。わかった。おっ、
あんたが五郎さん？の？あんたがあこ。ひょっとして芸能？え？しもた！やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええー、てええー、てサインやったらなんぼでも書いてあるからみんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけ。ん？なんでもない。優しそうな人で安心したわ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司。寿司か。やっぱり女子大生ともなる。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。はよ行こう。五郎さん、お寿司好き？うちめっちゃ好きやねん。ウニとイクラは絶対食べんねん。何すんのもう。なあ、どこ行くん？まだ行かへんの？もう、うちお腹ペコペコやで。すまんすまん、ちょっと待ってや。居酒屋いかがですか？家庭料理中心の店なんで、きっとご満足いただけますよ。あんだけでも驚いてさ。どないですか？いっぱい飲んでから帰りまへんか？居酒屋どないですか？今なら安うしますよ。そこのお姉さん、一杯飲んでいかへん？彼女できたやつね。知らないです。みんな一杯飲んでいかへん？もしサービーできるよ。何握りやしょう？ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日の。あ、ウニとイクラは絶対。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこ。それより大学生にしたら随分慣れとるようやけど。このまあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやん。いやいや、聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん
ゴマは取材なんて嘘で、初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ？それは一体どういう。はい、小肌。おいしそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう。さて、腹ごしらえは済んだな。あ、うち今度はどこ。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。最近のゲーセンはちゃうねん。可愛いぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ。行ったらわかるわ。ほら。しゃあ。ほな行こか。にしても五郎さん遅れてるわ。最近ゲーセン行ってへんの。普段どこにおんの。もう。うちか仕事場やな。もっとちゃんと遊ばな。女の子にモテへんよ。気ぃつけるわ。キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな。ぬいぐるみを穴まで。こんなんが1回100円やと。アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金でな。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったるやないか。
取れたで。めっちゃ嬉しい。ほら。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことない。このようなところで立ち話すんの？ま、それもそうやな。おな、出ようか。次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でピップルーム予約してん。うちな、一度で。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと。ほんまか？まあ、そう言われたら断れんな。ほら、行こうか。ほな、行こうか。ほんまできる。いや、五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい取ってな。任せてき。3000円で買えるんですよ。
なアホな。でもあんたそれええやつや。暴言も走りした色違いないな。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おっても今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは備えない行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやから備えな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしてああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲め。そういうとこはまだ。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこを片っ端から。何？とぼけても無駄やで。この前の礼させて。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅうときにごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで。あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら呼んでもかまへんで。そん代わりこっち。あんた何とでも言え。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるん。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。何やと？ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええよな。今から俺が手本見せてやるさかい。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたる。おう、表出ろや。
いて戻る。こんなもんね。せやけど今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べる。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。読んだら。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？多分な。アコちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人にしゅって。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど。わかってる、わかってる。せやけど。そらそうやん。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなんて。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやない。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もいたし。花へええ人疑ったら罰当たるわ。うん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあるの。頼まれてる？もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たら。コウモリの入れ墨をした？うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるね。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかない。なるほど。そういうこんな。あ、あかん、そろそろ次の人と思って。次やぞ、まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。Ah!
ここやな。負けぶれ！どこや？誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか？なんや、こいつ、目が。もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。
そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。え、ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！違う、言うとんやろが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は証券。ああ、道理で。だからこんな足がパンパンにむくんでるんですね。え、なんだって証券会社の人って朝から晩まで取引してる間ずっと立ちっぱなしなんでしょ。ああ、せや。何よ。ずっと同じ姿勢でいると血の巡りが悪くなっちゃいますから。そうか。私、お客さんから仕事のこととか街のこと、お客さんが普段どんな仕事をしててそれで体がこんな風に凝ってるんだな。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。そうですね、展示の本を読ん…ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんは。でも一方的。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるん。私がですか。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰か。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと店長に出会えて私本当に助かったんです。ここの店長ってのは。店長ですか。そうですね。何や、その見た目は。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃその何や、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。いや、
あんなに強く指圧してるのに、もみ。ゴッドハンド。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を、整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ、店長。え、いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思ってな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。うん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ、
そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。何や、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさらや。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでい！おう！うやっ！おれ！ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。
なんやと？おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。うわっ、誠、ええから逃げろ。なあなの、店長、店長どこ？牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何するの。おい、おれ、さっさと連れてけ。なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。慕ってくれ。なんやと？あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。はい、追いついたで。な、ど、くそ。後や、とにかくここを離れるぜ。な、何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。
すぐに探すで応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったで。自分の身を心配せえ。クソ、面倒なやっちゃな。危ないから後ろにおれ。
まで逃げるの？もうすぐや。しゃべっ。てめえ、こいつ。後ろにおれ。うん、分かった。あとはここを突っ切れば、やつ。確実にぶっ殺す。それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？
何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。